I don't want to lose desire. I don't want to lose my fire. It's time to count up the fighting. That's one way to何度も平和の理念を誰かに問いかけてみたくて輝いていた瞳の奥正義は決して動かない天秤の夜が透かな揺れ理性を嗅ぎ乱す君のレジスタンス僕とのディスタンス
freedom。はい、どうもご機嫌解消家ティーチングプロドラマーのついでございます。ということでですね、初見演奏反省会会場はこちらでございますということでね、もうこっから先は視聴はご自由にお任せいたしますので、はい、ということで、まあこちらのフリーダムですね、TM レボリューションの、西川さん、そして、作詞作曲は小室さんということで、もうすごい組み合わせですよね。なんか今まであったようななかったような感じでございますけれども、こちらの曲はね、機動戦士ガンダムシードフリーダム、劇場版のガンダムシードの、まあ、テーマ曲ですね。これね、叩いてるの山木秀夫さんがこのフリーダムを演奏してるんですけども、で、実際その映画館でそのガンダムシードフリーダム始まって、割とね冒頭でこのフリーダム流れるんですけれども、多分ね、僕だけでしょうね、このフリーダムが流れた瞬間ふふって笑っちゃったんですけど、それなんでかというと、もう最初のシンバルのシャーンと音がもうもろに、あ、パイステサウンドだなって思ったんですよね。あ、山木さんの音だなと思いまして、ね、まあ実際ね、今回この動画も譜面を買ってですね、もう本当にもうね2時間後ぐらい、譜面買った2時間後にもういきなりプレイしてるんですね。もう買ってもう現場に行ってドラム一人で組み立てて、でもういきなりこうやったみたいな感じだったんですけど、まあなんでね、ちょっとイントロとか、まあ、シンバルから入ってくるんですけど、山木さんのこうなんか特色があるプレーだなみたいな印象で、っていうのはですね、あるね、これだね、こちらのアルバムですね、 APJ アコースティックプログレッシブジャズというですね、これ以前動画出ていただいたですね、水野雅俊さんですね、ベースの水野さんがね参加してるバンドなのかな、なるんですけど、これにね山木さん参加してるんですね。でね、なんかね、この時の印象がすごくあって、ね、なんか APJ みたいだなと思ったんですね、最初。ね、なんかこうジャズっぽいなみたいな、なんか使い方が。でその後ね、こうロック、まあ、チンチカチーチンチカチンっていうこうね印象的なプレイから、で一気にねちょっとテンポが上がって、でこうねタムをこうでドコ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 ってやるようなフィルインで構成されてくんですけど、まあなんかね、あ、山木さんっぽいなっていう印象だったんですね。なんかね、あ、山木さんっぽいなみたいな。これわかるかな。なんかね、こうフレーズがなんか、あ、山木さんっぽいっていうんじゃなくて、あ、サウンドが山木さんっぽいなっていう印象だったんですね。で、山木さんのやっぱこう僕の印象って、やっぱこうなんかこうメロディーとこう調和してるっていう感じの印象を受けるんですね。なんかこうメロディー、なんかドラマっぽいフレーズっていう、なんかこう間の取り方というよりかは、こうなんかメロディーと調和してるなっていう、だからそのタッチ感とかもやっぱりなんかこう調和してて、なんか山木さんだなっていう、もうね本当に何でしょうね、なんかフレーズじゃなくて、やっぱサウンドがそのなんか山木さんらしさというか、あ、山木さんだよなっていう風に感じる演奏だなという印象ですね。で、その後にリズムパターンでドドドバンってこうハーフビートが入るんですけど、まあ一応ね、僕もこう初見演奏とはいえ、まあ映画館で聴いてるんで、まあ、全く聴いたことないわけではないんですけども、やっぱりなんかここのハーフビートって音源聴いたりとか、僕の演奏もある程度こうハットでシャー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 ってやってるように聞こえるとは思うんですけど、まあ、手が先になるようなっていうよりかは、足でね、やっぱドドドバンみたいな、このなんかこう高音のセクションがすごく雄大な感じなので、手でこうシャン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 やるっていうよりかは、足でこうドーッとこう雄大さのこうあるビートを作っていくってことの方にイメージしながら演奏させていただきました。でね、合間合間にスネアでタカ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 ってことで入っていくんですけど、まあここはまあなんていうんでしょうかね、譜面上は何も書いてないんですけど、僕クレッシェンドつけちゃってるんですよね。まあ、クレッシェンドつけてる意味は特にないんですけど、まあなんかね自然とそうしましたね。もしかしたら音源はそうなってるのかわかんないんですけど、全然なってなかったらごめんなさいなんですけど。まあなんかこうグワーッとつけていきましたね。でその後またこうハーフタイムでドゥドゥタストストドンパーみたいな、サビ前ですね、ここもなるべくなんかこうバスドラをこう支部をなるべくドードーパーみたいな、こう
ベーベーみたいな感じで演奏してみました。結構ねでもね間々に初めてスドドドタンとかドドドドタドスドムとか入ってくるんですけど、まあまあきついんですよねまあ140ぐらいかなと思うんですけど、テンポ的には踏めないテンポではないんですけど、なんかこう不意に出てくると結構踏めねえなっていうテンポだったんで、まあややリズムよれよれではあるんですけど、まあなんか雰囲気で押し切ったみたいなところはありますね。でこうサビ前のフィルインなんかはチッタカ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 とかっていう風にして、フレーズ的にねなんかすごくこう特徴的かと言われたらそうでもなくて、割とその王道なフィルインなんですけど、やっぱここもなんかこう山木サウンド、ごめんなさいずっと継承略で喋ってますけどすいませんなんかここもやっぱ、そのフレーズの持ってき方だったりだとか、あとそのタッチの仕方、あとはそれに紐づくその楽器サウンドの楽器チョイスですね、ハットだったりバスドラだったりスネアだったりというところのチョイスっていうところがやっぱ山木さんらしいなというか、山木さんらしいなというか、あ山木さんだなというような印象を受けました。でこれでなかなかこれで面白いんですよ。あのサビでチッタカ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 ってやって、その後こうサビに入ってくるんですけど、サビのパターンがドードスドッパーみたいなのまたねハーフタビートになってるんですよ。普通でこうツッタカ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 でこう力をつけたらドゥドゥダッドゥドゥダッドゥって行くかなと思ったら行かないっていう、ここがねなんかいいなって思いましたね。なんかここでああいいなって思う年になったなと思いましたね自分がねはい、でもねちょっとねその後ね僕ねちょっとこれ後悔なんですよ。でこうサビがダカ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 って言って、その後タムでこうってドン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 ってこう入るんですけど、ここのね1打目ね俺ね強く叩きすぎたなっていうのがすごく後悔ですね。まああのいろいろね結構リズムもよれちゃってるし、フレーズも間違ってるし、あのそういうところじゃないの、直したいのそこじゃないのって思われるかもしれないですけど、僕としてはここをねなんか違うなと思っていきなりガーンっていっちゃったんですよ。ここはちょっと自分的にもちょっとやり直せるならやり直したいですね。ここのセクションまあまあその後ミスってんですよ俺まあまあ動揺してミスってますね。まあまあミスってます。これね初見あるあるなんですけど、ある程度その譜面をねこう先読みしながら演奏するわけですけど、でまあ予想もしながら演奏するんですよ。まあこういう展開で続いたから、まあ最後もこう来るだろうみたいな、まあまあ、ね、よくないんですよね、だろう運転はよくないんですよ。でも読まなきゃいけないからある程度だろうはあるんだけど、だろうに偏りすぎてもよくないんですよね。で今回今までね僕譜面って結構こうこっち側に置いてこう演奏するんですよ。こうだからこう見ながら演奏するんですけど、で視認性は良くなるんですけど移動が難しくなるっていうですねデメリットがあるんですよ。で今回ね僕ね前に譜面を2つ並べてあの演奏したんですよ。でやっぱそうするとあの楽器の移動とかねすごく自然にできるんですけど、まあ僕のこれ初めてこういう形で譜面台前に置くの初めてやったんですけど、まあこれのね最大のデメリットはね、まあ、見えないっていうですねまあ僕はもうちょっと見えるメガネをかければいいんでしょうけど、まあちょっと見えづらいんですね。でこうね、ま、前に1枚目2枚目はあるんですけど、3枚目4枚目がどんどん遠くなっちゃってて、これで反省ですね。というのはまあ動画撮らなきゃいけないからちょっとねここちょっと開けといたんですよ。タムの前あたり開けといたんでちょっとこうずれるんですよ。そうするとやっぱ譜面遠くなっちゃうっていうところで、まあ見えない、こうもう言い訳ですけど、ずっと言い訳してますけど、だろう運転にプラスして見えなかったっていうのもあって、でこれ最後のサビがバズドラのパターン変わるんですよ。今までドーとタッタバンとかドードっていうねあのリズムパターンだったのが、最後のサビの一部がドットとタットスドタットっていうねドットとに変わるんですよ。で僕ねまあ3枚目のもう終わりぐらいにもう4枚目もこう見るわけですよ。うーって言って、そしたら「え嘘バズドラパターン変わんの?」と思ってその動揺が出ちゃってますね、ビートにね。ちょっとここのドドドダッとスッドダッととかっていうところのリズムがまあかなり甘いあここはほんとごめんなさいって感じです。はい
これはもう完全に失敗ですで、まあ、今回ですね、まあ、あの機材的なことを言うとヤマハのステージカスタムヒップを使ってそうしました。 でスネアはスティーブ・ガットのシグネチャースネアですね。でシンバルは、K ファットハッツと K スイート、あと K カスタムスペシャルドライクラッシュかなと、ライドとして使ってるのが、FX ロークラッシュですねのラージベルというもの、18のクラッシュとして K カスタムのダーククラッシュですねを使ってるというような構成になってます。結局僕もまあまあ手癖で叩いちゃってるのでまあ僕のこのね演奏で参考にする人はなかなかいないとは思うんですけども、まああのこんな感じで初見演奏でまあやってますし、まあ一応曲のまあ解釈としてまあ僕なりの解釈はこんな感じでしたというお話です。まあなんですけどこれどうなんでしょうね、山木さんに聞いてみたいな話な、聞けるかなねえ、山木さん登場とかね僕のチャンネルできないかなねえ、このフリーダムどうやってたどういう、ね、まあどういうねそのこう楽曲をこう叩いていく上で、まあ、山木さんはどういう風にまあ解釈をして演奏していくのか、まあ、もちろんテクニカル的にねイントロこういうパターンやるんだとかこう確認しながら叩くのかどうなのかっていうところもね、なんかこう聞いていきたいなーなんて思ってるんだけど コンタクト取れるかな、怖いな、怒られて断られるかもしんないよねここを使うなよなまあでもね、いつかね僕のチャンネルに山木さん登場とだったら、もう僕のチャンネルすごいですね、菅沼構造手数をね構造さん出ていただいて、水野さん出ていただいて、山木さんも出てもらったらね、もうすごい大御所ばっかり出てくるチャンネルですけどね、運営してるのは僕っていうねわけのわかんないチャンネルになりますけどまあね、そろそろ僕ね誕生日ですし、なんか誕生日特別記念ということで関係ないね、もうこんなおっさんの誕生日とかどうでもいいわねということで、長くなりましたが、ぜひね、チャンネル高評価、コメント、そしてチャンネル登録、そして動画の拡散もねぜひよろしくお願いいたします。それではまたお会いいたしましょう。さようなら。